どうも、皆さんこんにちは。ダウキューマン井原龍也です。最近、ダウキューマンも、だんだんと、個人での仕事が増えてきまして、やっぱそういう時って、みんなで、ダーンと一斉に仕事に出る時よりも、やっぱり、どうしても、心細いと思うんです。で、なんとかそれを解消してあげる方法っていうのはないもんかなってずっと考えてたんですけど、今回お守りをみんなの分僕が自作しまして、でそのお守りにみんなの長所を発揮できるような願いを、誠に勝手ながら勝手に願わせていただいて、それをみんなにプレゼントしてみようかなって思っています。ちょっとでもね、心細さが減ったら、それはすごいいいことじゃないですか。だから今回は、井原良也がお守りを自作し、そのお守りにみんなの長所が発揮できるような願いを勝手に込めてプレゼントしてみようっていう感じです。よろしくお願いします。よし、じゃあまずはお守りの袋を作っていきます。うい、7個分のお守り袋が切れました。次はここをこう縫っていってお守りっぽい形にしようと思います。なんか知ってるっぽくお守りの作り方を言ってますけど、我流で本当に適当にやってるだけです。手を見てくれたらわかると思うんですけど、家庭科とかは本当に苦手ですね。こうグーにしてる時間が長すぎて、空手やってたから、グーにしてる時間が長すぎて、なんか、パーで活動するよりグーで活動する方が多かったんで、そのパーでの、作業能力っていうのがどんどん落ちていくんですね。グーで活動してると。もっとパーでやっとけばよかったですね。いろんな行動とか、いろんな作業とかをやっとけばよかったんですけど、いかんせんもう僕はずっとグーでやってきたんで、パーの器用さがどんどん落ちていきますね、グーでやってると。縫っていきますか。並縫いでいきます。はい。表。いや、なんか間違ったもん。マジ、玉結びって世界で一番つまんないな。玉止めよりつまんねえ。よし、やっとお守りの袋が完成しました。じゃあ次はちょっと飾り付けをしていきます。グラタンのアップリケをお守りにつけていきます。よし。はい。やっとお守り袋が完成しました。いや、マジで、ちょっと7人分縫うのはマジでちょっとしんどかったですね。では、今から、このお守りに、みんなの長所が発揮されるような願いを込めていきたいと思います。じゃあ、まず、はすみさんの願いから書いていこうと思います。はすみさんはね、やっぱもう今でこそその脚本がすごいってやっぱみんなに評価されてると思うんですけど、やっぱ本質的にはやっぱそのへだと思うんですね。稽古場とかでへこいてるし、今頑張って脚本を書いたりしてるのも、結局はそのテレビで
屁をこいて受けるようになるために脚本を書いてるんですよ。あの人は6、7年ぐらいずっと一緒にいるんでね、やっぱ喋らずとも伝わるというか、はすみさんへの願いはおならでいきたいと思います。で、願い閉じるときだけボンド使おうかなと思って、さすがにせっかく込めたのに出ていっちゃったら元も子もないですから。はい、一つ目のお守り、テレビで屁をこいて受けるようになりますように。続いてゆうたのそのあの雰囲気を作り出してる、雪がなくてなよなよしてる男みたいな雰囲気を一番作り出してるものって何だと思いますか？僕は横脚だと思うんです。横脚でこうぐにゅってなってる感じがやっぱその冴えない感じとかのその雰囲気を作り出す一番の土台になってると僕は思うので、ゆうたがずっと横脚でありますようにっていう願いにします。長所なんでね。はい、よし、 OK。 次は忽那の願いを込めていきたいと思います。やっぱり忽那の一番の長所って言ったら、やっぱりそのちょっと引いちゃうぐらいやっぱり自己中心的な考えを持ってるんですね。自己中心的なんだけど、その悪気が一切ないから、なんかやっぱりその周りから許容されるっていうか、そのこれから忽那が成長していく上で自己中と悪気ない、どっちがなくならずにいてほしいかって思ったら、やっぱり僕は自己中が残ってほしいって思うんです。願いを込めます。自己中、はい。続いて萌子の願いを込めていきたいと思います。萌子は恐竜好きなんで、ちょっと恐竜のお守りにしてみました。願いの布のさっきまで使ってたやつ数が限られるんで、ここら辺で車も混ぜていきたいと思います。やっぱ萌子のね、やっぱ長所はね、やっぱりその頭はすごい賢いんですけど、やっぱなんかバカなんですよね。サラサラって喋るんですよ、サラサラって喋るんですけど、その自分が勝手に使った言葉をなんかさもある言葉かのように喋るんです。やっぱ収録とかでバカを発揮できますようにっていう願いにしますか。はい、はい。続いてたまちゃんへの願いを込めていきたいと思います。やっぱたまちゃんのね、やっぱ僕の好きなところっていうのは、やっぱりどっかちょっと痛い。もう大学時代とか、たまちゃんのインスタのストーリーで何回笑わせてもらったか、見てて楽しいっていうか、たまちゃんのことを。なので、やっぱあの痛さは失ってほしくないなって思うんで、いつまでも変わらないたまちゃんでいてくれたら、僕は何よりですね。痛さ、しょっす。レナちゃんですね。やっぱレナちゃんは最近すっごい可愛らしいなって、レナちゃん可愛らしいなって思うところがあって、鼻炎なのか知らないですけど、なんか普通にバリバリ起きてるのになんか寝てるみたいな
鼻息なんです、レナちゃんって。ちょっと言ってること分かりにくいと思うんですけど、なんか全然起きてるのになんか鼻息がスッスッみたいな、なんか音がいつもじゃないんですけど、その鳴ってる時があって、なんか起きてるのに寝てるみたいな鼻息なんですよね。あれがなんかこの前電車に乗ってる時にもう話してたんですけど、やっぱなんか可愛らしくて、そのなんか初めて見た、なんか起きてんのに寝てるみたいな鼻息の人、なんかスースーって鼻息で、レナちゃんの鼻息が止みませんように。はい、レナちゃんのお守り完成。はい、園田さんの願いを込めていきたいと思います。まあ、園田さんはやっぱもう面白い、もうすごくいいんで、やっぱなんか別に願うことはないんですけど、まあ願うとしたら、やっぱ金運かな。なんか園田さん、なんでそんなにお金ないんですかって言ったら、なんか普通になくなるみたいな、別にその何に使ってるわけでもないけどなくなるって言ってたんで、普通になくしてるんじゃないですかね。使ってないのにお金がなくなるって言ってたんで、多分もうポロポロ落としてるんだと思います。だからお金落とさないように、金運、お金って使わないとなくならないですからね。で、使わずになくなったとしたらやっぱ落としてるんだと思います。園田さんがお金を落としませんように。OK。 はい、ということでね、みんなのお守りに願いを込めました。願いも込め終わったということで、みんなに早速お守りをプレゼントしていきたいと思います。結構お疲れ様です。お疲れ様でーす。ちょっと最近ダウ9万のみんな一人ずつ仕事に行く機会が増えてきているなと思って、それでみんなも一人だと心細いかなと思って、今日僕ちょっとお守りをあら、自作してあら、マジで作ってきましたんで、ちょっとみんなもう。願っといたんで、その願いを込めた布をもう中に入れてるんで、でボンドでつけて止めてるんですけど、何これ、不思議な、はい、ありがとう。即無視だ。これは靴なのかな。ありがとう。ちゃんとそれぞれにあるの。そうそうそう、これ、私恐竜だわ。グラタン、グラタン、恐竜はわかる、嬉しい。グラタン、あ、私も恐竜だよ。私だから。可愛い、この犬も可愛い。これいいね、なんか色がみんなと可愛い。なくてはあるんだ。俺なんかパスタかな。パスタだ。ミートソース。パルメザンチーズ。同じ種類。グラタンの。隣にあったのかな。どう思います？僕にお守りもらって。いや、嬉しいけど、嬉しい。そんなこと思ってくれたと。嬉しい。もらったら嬉しいもんな。みんなそれぞれ願いを込めてやってるんで、その願いは秘密なんですけど、願いを込めてるんで。秘密なんだ。何が入ってるの？叶うといいなって思ってますし、なんか、まあ、捨てずに持っといてくれたら、あ、もちろん、もちろん嬉しいなってぐらいです。かわいいな、これ。なんだろう、なんか気になる、中が気になる。中は見れないんだけど、まあ、そうだ、見ちゃいけない。周りってそういうもんだもん。そうだね。ありがとう、喜んでくれてありがとう。